私は山根勤と申します。私は白職人をやっております。私はこの仕事を36年やっております。私はこの18歳の時に今のこの会社に入社して、いろんな金箔を使った工芸品を見て、まあ、すごいなと、まあ、地元 の、 住んでるところのこういう伝統工芸品っていうのを、まあ、身近に初めて知ったきっかけで、まあ、そこから箔画を作っていくきっかけになりました。ストームイズ職人。まず一番最初は金のインコと地金があって、それを溶かすところから始まって、そこからさらに薄さによって何遍もいろいろ箔を叩いて、紙を変えながら叩いていって薄くしていって、で、まあ、最後に薄い1万分の1の金箔に叩いて仕上げていくわけなんです。 These sheets that are 1/10,000th of a single millimeter take 2 weeks to create and minutes to consume. So how does Stomu feel about that? まあ、そういう色んな食品とかそういう食べ物とか工芸とか、まあ、いっぱい使われて、まあ、需要も増えてるんで、その辺はありがたいと思ってます。